5月15日、松山市教育委員会で松山市民映画言葉の贈り物の DVD 贈呈式が行われました。松山市民映画は松山青年会議所と松山市が毎年共同で開催している松山市民シンポジウムの記念事業の一環として、昨年キャスト・スタッフを市民公募し制作されたものです。この映画を収めた DVD が松山青年会議所から松山市教育委員会におよそ100部贈呈され、市内の小中学校に寄贈されることになりました。本当にこの映画自体を、青年会議所としてこのいかに松山を発信していくかということと、それがいかにこう子どもたちに伝えることができるかということを、念頭において作成させていただきまして、今回こういった形で、教育委員会の方に、贈呈できたということをですね、本当に私自身嬉しく思っておりますので、本当にこれからもこの映画を通じて、教育に貢献することができればなというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。市民の皆様の自主的な形での映画作成、それが学校で活用できるっていうこと、大変嬉しく思ってます。でやはり地域のつながり、家族のつながり、その絆って申しますか、もう本当に重要なところなんで、そのあたりを徐々に反映した中での映画ということで、学校の教材として活用させていただいたと思います。本当にありがとうございました。松山各地の魅力などを伝える教材として積極的に活用されることが期待されます。